こんにちは、加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回もアジアンルームさんにお邪魔しております。オーナーの北川さんです。よろしくお願いします。お願いします。北川です。何回もアジアンルームさんにお邪魔しております。ありがとうございます。今日はね、ヘッドスパをしていただこうと思っております。なんでかっていうとね、私頭上げそうなんだよ。ちょっと私の悩み聞いて、YouTube でね言ったことあると思うんですがね、こういうところがねもうぺったりしてね、あのね変わっとる。この辺はね30代ぐらいから結構薄くなってきてて、トップとかもねぺったりして、だからすごいロングの髪の毛はもうね難しいね。マスク下がってくる。ちょっとサングラス外そうか。あとさ、私さ、YouTube でさ、こうやっとる時あるやろ？なんでかっていうと、ここがね、ぺったりしすぎておかしいからなんか、コスケトマじゃなくて、仕方なしにやっとんがやっちゃ。マスク下がってくる。な感じなんですけれども、まあ、リラクゼーションでヘッドスパしたいっていうのもあるんですけれども、もう頭皮のマッサージにもいいかなと思ったりしてるんですけど、どうですか、北川さん。いいですよ。頭皮のマッサージプラス、邪気オイルで邪気を、避けるというかね、デトックスするというね、はい、オイルもあるので、まあ、プラスちょっとだけね、料金かかるんですけど、それでね、ちょっとこの、ケチの首のあたりとか、デコルテのあたりとか、頭もね、マッサージしたら、脳トレにもなりますし。あ、脳トレも必要。もうシニアだからね。脳トレも必要。あと、認知症ケアにもね。認知症ケアにもなるんですよ。なので、まあ、そこはもちろんそんなことないと思うんですけど、ちょっとやっぱりスッキリとね、していただけたらいいなと思ってますので。いろいろ気になるよね。邪気、ほら、邪気とかも気になるからさ、邪気よけ？合ってる？邪気よけ。もしていただきながら、リラックスしたいと思います。では施術の方に行ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、施術が終わりました。北川さん、ありがとうございました。アロマの説明をしていただいていいでしょうか。はい、はい、今日はね、リリースボディオイルっていうのをね使ったんですね。で、なんかリリースって言ったらもう再生するっていうね、感じなんですけど、バオバオの木の、キャリアオイルと、あとハスの花とかカメリアっていうツバキが、入っていて、邪気がこう排出できるという邪気まみれかもしれんからね、私。はい、それをこうデコルテから背中の方から、ヘッドの方、ちょっと顔の方と、あとね、チャクラの方もちょっとつけさせてもらって、はい、邪気まみれがうまくできたかなと思って。すごいすっきり、頭すっきり、肩の辺も楽っていうか、良かったです。
頭皮の悩みで、うんうんうん、ちょっとね北川さんに相談しているわけなんですけれども、アロマでセルフケアでこういうのいいですよっていうのあったらちょっとお話しいただいたら嬉しいんですけど、ね、このこめかみのあたりとかをやっぱりこう自分でこうね、うん、上にぐーっとね上げてもらうとね結構ここツボで肩こりももちろんそうなんですけど、うん、頭のね、うん、こりなんかもね取りやすいですね。で最後はやっぱ首から、うん、首の後ろの方から前の方に向けてふーっと吐きながら、これは私今度 YouTube でも多分思うんですけど楽しみですねこうね排出老廃物排出こうつながってるからですかね。つながってますね。こうねつなげて、で今日これリカちゃんにもねさせてもらったのでね、はい、この辺とか、あとこう頭蓋骨ね、まあ、パーツ分かれてるんですけど、ちょっと頭蓋骨の方もこう、こうなってね、頭蓋骨のつなぎ目をちょっと外すっていう感じで、はい、こういう感じでちょっとしました。これがね認知症のね、認知症はい、にもなります。予備にもなりますので、はい、すっきりとできたかなと思います。はい、市販で、アロマオイルとか、打てたりすると思うんですけれども、その頭皮の悩み的にはどんなオイルを使ったらいいですかね。頭皮はね、活性、その汚れを取ったりするのとかはレモングラスとか、スーッとする感じしますね。そうですね。循環器系をこう促してくれるって言ったら、ローズマリーとか、で女性ホルモン足らなかったらゼラニウムとか、女性ホルモンもね私全然足りんからね今度次回は女性ホルモン系をちょっと詳しく聞いてみたいなと思ってます、はい、またよろしくお願いします。 まあ、アロマのこととかでわからないこととか気になるなっていうことがございましたら北川さんにね注目していただきたいのとね、サロンを予約してもらったらいいんじゃないかなと思います。すみません、私マスクがねこれ実家のおかん作ったマスクが見て触ってくるからすみません。というわけで今回もアジアンルームさんにお邪魔させていただきました。はい、ありがとうございました。また。